はい、皆さんこんにちは、東京美容外科の麻生徹です。アシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。今日も前回続いて、就職の話を聞く前にちょっと疑問点があるんですね、なんかお家がちょっと今傾いてる状態で、学費も大変だと、その時に塾代ってどうしたのかなって個人的にそうね、もう学費を払うだけでね、カツカツ、それも親戚から借りて、ね、で、まあ僕がお医者さんになってから返しますみたいな念書を書いてさ、が借りて行っててさ、塾代まで払えないわけ、うちも。ですよね。うん。で、どうしたかっていうとね、その冬季講習とか春季講習とかあるんですけどね、はい、予備校のね、ね、その塾代な、なくて、それをね、僕ね、姉ちゃんに借りたんですよ。お姉さんはまたお金持ってなくてお姉さんの旦那さんの貯金から借りたんですね、はい、すごいですね、ちなみにおいくらくらいなんですか、自分。まあ、それはね、その借りたお金自体50万ぐらいだったんだけどね、後でね、とんでもないことになりましたね、それはね。どういうことですかそれ50万ぐらいやったんだけど、それ僕も学費に苦労したからすごい大変だったなってなるんだけどね、この後ね、お姉さん、僕がね、医者になって、はい、まあ美容外科医として成功してさ、はい、お金が入ってくるようになるとさ、お医者さんっていいねってなったわけ、家族でね、はい、うん、で誰も親戚縁じゃ医者いなかったんだけど、そのお姉さんの旦那さんがまあまあ頭いい人だったんだよね、はい、立命館大学でもう数学か物理やったかな、なんか理系だったわけ、数学と理科ができる人だったわけね。でお姉ちゃん英文科だってね、で一緒になんかアメリカ留学とかしてたわけ、英語もまあまあできるみたいな感じだったの。で、それだったら医学部行ったらいいんじゃねっていう話を正月こうみんなで話してたらなったんですよ。お兄さんは何歳？塾の先生。あ、がお医者さんを目覚めた。うん、お医者さんっていいなって言い出したけど、でもお金ないからなみたいな話で、で家族で喋ってる時にね。お父さんがね、行ったらいいよみたいなことを軽く言ったわけ、はい、で、まだ学費どうするんだろうなと僕は思ってたわけ、で、まあまあ、行ったらいいんじゃないと僕も言ってて、それはだってさ、そこのさ、お父さんが出すだろうと思ってたらさ、いざ、もうね、3ヶ月も先日にね、医学部合格したんです。僕は3年かかった医学部を、もうただ受験も考えてなかった人が、いきなり1年発起して12月ぐらいから勉強始めて、3月に受かっちゃったんですよ。社会人入学じゃなくて、社会人入学で行くんかなと思ったら、その社会人入学が落ちて、当時ね、東海大学っていうところを受けてはったんだけど、で僕兵庫以外もいいですよとかいう話したら、それ受けてポンと受かったんですよ。すごいですね。もうそんな受かると思ってなかったから、で学費どうしようってなったんですよ、その後、はい、で姉ちゃんからあんた出してやって言われて、いや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 って言ったけどあんたも苦労したやろみたいな。で僕が借りたのは50万円なんですよ。返してないんですか？返してないなよ。利息がね、利息がすごいついて、なんとその兄貴の学費を出すこと、義理の兄貴の学費を出すこと、全額めちゃくちゃ大変でした。すごい利息ですね、でもまあ今はね、お医者さんにもう本当ね、家族も離散するぐらい大変だったんだけど、はい、お医者さんになってね、もううちのね、病院でね、しっかり働いてね、もう体で返してくれてるけどねそんなことになった。だからね、僕が言いたいのはね、お金は借りてはいけませんということですね。ちゃんと返しましょうってことですね、はい、返しましょうってことですね、はい、はい、このチャンネルがいいねと思ったらいいねとチャンネル登録の方もお願いします。